鎌田は日本代表の中でも別格だな。鎌田大地、フランクフルトでの実力と人気を教えてあげよう。鎌田大地は本当に素晴らしい選手だ。なんてゴールだ。鎌田、今のところ1ゴール1アシスト。燃えてるね。鎌田大地、背番号9、VS パラグアイ、90分、ゴール、1、アシスト、1、パス成功、56、チャンス、4、PK 獲得、1、枠内シュート、2、決定機、1、タッチ数、79、ドリブル成功、1、クロス成功、3、ロングボール成功、1、被ファウル、3。パラグアイ、やあ。予想通り、鎌田が高いクオリティで全体的に上回っていたな。どちらかというと、森保監督は、今日の堂安と鎌田のプレーに少し頭を悩ませるね。池田一。EL のフランクフルトでこの男に感銘を受けた。素晴らしい選手だ。彼を追っている大きめのクラブもあるよね。ない。どっか行け。なわけ。トッテナムは彼を追うべきだと思う。彼はクルゼフスキとソンの完璧なバックアップで、フランクフルトで同じフォーメーションでプレイしている。鎌田大地、7.5、ベストプレイヤー。久々のチャンスにふさわしい選手。彼はこれ以上ないほど、うまくチャンスを受け止めた。序盤にシュートがポスト直撃、その後2本の2点目を頭で決めた。後半には PK を獲得し、田中のゴールをアシスト。見事なソロプレイを決めるところだった。中盤への参加は、最初は臆病だったが、すぐにゲームのテンポを決めることができるようになった。中盤と前の選手で唯一の90分フル出場。